さこちら今日正午時点での雲の様子です。沖縄は前線や低気圧に伴う雲がかかっており、明日にかけて激しい雨に注意が必要となりそうです。そして関東地方も沿岸部には雲がかかっているのがわかります。今夜にかけてはにわか雨に注意が必要です。念のため折りたたみ傘があると安心でしょう。 ただ、その他の地域は雲が少なく、青空が広がっているのがわかります。さて、この先ですが、お天気傾向どのようになるのか、予想天気図見ていきましょう。さあ、今夜にかけても、沖縄前線の影響が続きます。えー、明日の夜も、沖縄では低気圧も発生していますね。雨の降り方注意が必要となりそうです。ただ、西日本から北日本、広く高気圧圏内となるため、晴れそうです。 そしてこの時期、日差しが出ると出かけたくなるのがお花見かと思います。こちらが最新の桜の開花状況です。九州から東北南部にかけては桜の開花が発表されており、こちらの濃いピンク色のところがすでに見ごろを迎えているところとなっていますが、もうすでに福島でも桜満開となっているんですね。今週末にかけてはお花見が楽しめそうです。 そしてこの先の桜の開花予想です、えー、北日本、えー、広く平年に比べても桜の開花が早くなりそうです札幌でも4月16日には桜の開花が予想されておりだいたい平年よりも2週間ほど早く桜が咲きそうですからお花見の予定は早めにしておきましょう さあ、そして週末にかけてお花見出かけたい方、気になるのが気温ですよね。週末にかけての予想最高気温を見ていきましょう。こちら見ていただくと、九州から東北南部にかけて、日中の気温20度を超えるところが多くなります。仙台も金曜日は5月下旬並みの暖かさ、東京も4月下旬並みと、各地で季節先取りの暖かさとなりそうです。昼間は上着がなくても花見が楽しめそうです。 ただ朝晩は冷え込みますからうまく調節できる服装でお出かけください。では改めて明日の全国のお天気マークで見ていきましょう。沖縄は明日は先島諸島を中心に激しい雨に注意をしてください。 そして九州から北日本にかけて広く日差しが広がります。ただマークにありませんが、北海道の北部では夜遅くから雨の降り出すところがありそうです。日中の気温は西日本から東海地方、今日と大体同じぐらいですが、北陸から北日本にかけては今日に比べると少し暖かくなりそうです。続いてこの先の全国の天気です。金曜日は 北海道午前中にかけては雨の降るところがありますが、その他日差しの広がるところが多くなるでしょう。ただ注意が必要なのが日曜日です。日曜日は東海や関東地方を中心に雲が広がりやすく雨の降るところもありそうです。最新の天気予報を必ず確認するようにしてください。